ファン・アルダマは、メキシコ独立革命に参加したメキシコ独立軍の大尉である。メキシコ独立革命以前、アルダマは、市民騎士軍の大尉であった他方、ホセ・ファオルティス・でドミングスを中心とする独立計画を、ネルケ・リタロで開かれていた密会にわざわざ、グアナフアトから参加していた。この密会のことをスペインへ密告した裏ギリシャが出たことを、アルダマは、 記事サン・ミゲル・デ・アジェンデで知った。そして、そのことを、イグナシオ・アジェンデや部下であるミゲル・イダルゴに告げるために、彼は、ドローレスに向かった。その後の会合で、革命は、アルダマとアジェンデを中心に行われることとなったが、その同意を、仲間内で得る前の1810年9月16日、アルダマは、イダルゴの発する、ドローレスの叫びを生で聞き、これによって、 メキシコ独立革命がイダルゴを中心として勃発した。そして、イダルゴやアジェンデ率いる反乱軍に加わったが、兵力の消耗をしたために、アメリカ合衆国へ一旦撤収した。翌1811年、アメリカ合衆国からの帰と反乱軍は、イグナシオ・エリゾンドの裏切りにより、スペイン軍の待ち伏せを食らった。そして、アジェンデやイダルゴと共に、アルダマは、 スペイン軍に捕らえられた。そして、軍法会議にて、外観罪を問われた、アルダマは、アジェンデや、ホセマリアーノ・ヒメネス等と共に処刑された。その後、彼の首は、アロンディガでグラナディータスに運ばれた。その後、1824年には政府によって、メキシコシティメトロポリタン大聖堂の地下に埋められ、1925年には、同じく、メキシコシティ改革通りにあるモニュメントの、 独立記念柱に移送されて今に至る。メキシコ独立革命にて活躍した功績からアルダマと関する都市名がメキシコ国内に複数存在している。また、同国内のレオンの正式名称のレオンデロスアルダマのアルダマも彼の中から取られている。ありがとうございます。